人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今回は日本経済新聞が業務提供しているニューヨークの CB インサイズの記事、米、ポストシリコンバレー競争、注目の3都市を分析から紹介させていただきます。アメリカのスタートアップ拠点といえば、まあなんと言ってもですね、 カリフォルニア州の主人公バレーです。圧倒的な存在感を持っているわけですけども、近年は物価が高かったり、あるいは不動産がどんどん上がっている、そういうことを受けて、テクノロジー系の人材や投資家が、えー、税金とかですね、生活費が安い都市へ移動するというケースが目立ってきています。特にテキサス州のオースティン、そして私が住んでいるダラス、 あとはフロイダのマイアミ。この三都市にこうした人が集まってきて、新興企業の活動も活発になっているということです。CB Insights はこの三都市について、スタートアップへの投資状況であるとか、企業の動向などを分析しました。今回は私に関係あるテキサス州のオースティンとダラスの え、投資トレンドについてお話しさせていただきます。え、オーシティは今やアメリカの大都市圏の中で最も急成長しています。え、この都市に拠点を置くテックのスタートアップ企業、え、2022年の1月から3月期での調達額というのは約18億ドルということでした。え、これは 市販機ベースで過去2番目に多かったんですね。で調達件数は105件。これは過去最多ということです。まあ、大支店には1日推定184人が新たに住民として、えー、引っ越しているということです。テック業界も伸びています。 ビジネス向けの SNS、えー、リンクトインが2020年5月から2021年4月までのこのテック人材の増加率というのはアメリカの他の大都市よりもはらに、はるかに多かったということです。シリコンバレーは高い税金や生活費、それに嫌気をさせてどんどんとテック企業が移ってるんですね。 まあ、テスラとかオラクルはその代表格です。オースティンのユニコーン企業は8社あるそうです。2022年に新たに、えー、増えたのが、一つは、注、え、射、ー、ソフトウェアのフラッシュ。そして、えー <coughs> まあ、デジタル医療、医療のですね、えー、ウィール。あとは、 企業向け人工知能システムのスパーク・コグニション。まあ、この3社が新たに仲間入りして11社になっています。オースティンで最も企業価値が高い未上場企業はイーロン・マスクが創業したボーリングカンパニー。あのトンネルを掘削する会社ですね。企業価値は57億ドルということです。次はガラスです。 ダラスはテック業界としては目立てませんけれども、急成長しています。ダラスはオースティンやフロイダのマイアミほど投資家や創業者、あるいは大手テック企業の目には止まらないですけれども、数字がその成長ぶりを示していると言っています。しかも、このダラス、この1年間の成長ぶりは 他の都市をはるかにしのぐということです。ダラスに拠点を置く、えー、スタートアップ企業の2022年1月から3月期、調達額は23億ドルでした。まあ、オシティンが18億ドルですから、それをしのいでいるんですね。前年同期の、まあ、前年はですね、4億300万だったので、なんと462%も伸びています。 調達件数は54件、過去最多ということです。テック人材も増えています。ダラスのテック業界の求人数というのは、ニューヨーク、ロサンゼルスについてアメリカで第3位ということです。ダラスにあるユニコーン企業は6社です。そのうち2022年に増えたのはですね、 企業向けに、えーま、調整可能な、えー、ウェブブラウザを開発しているアイランドです。えー、ダラスではですねあの、サイバーセキュリティの会社、セキュロニクス、これがなんと、ま、10億ドル調達したということです。このダラスで最も企業価値が高いスタートアップ企業は、ガン患者の遺伝子を調べて個人にこう合った 治療法を決めるガンゲノム。その医療を手掛ける、えー、キャリスライフサイエンス。ここが、えー、企業価値というのが78億ドル。さっきのイーロンマスクのボーリングカンパニー。えー、あれと比べてもだいぶ多いですよね。まあそうやってダラスは目立たないけども、まあいろんな有料企業が集まっているということがわかります。以上。 テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。